ヘレフォードには死者の名前が刻まれる時計塔がある。彼らの顔が記憶から薄れてもその行いに敬意を払い続けるために、実際クズどもに全てを奪われたら残るのは記憶だけだ。何があった？ソープが殺された。あいつはもういないんだ。俺にしてやれることは？位置が知りたい。マカロフはプラハ近郊にある古城に武器を隠していたという奴の仲間の話がある。信用できる奴か？他に選択肢はない。あいつなりにマカロフを憎む理由があるようだ。城の場所はわかるか？ああ、ザカエフの時代に無人機で城を偵察したことがある。目標がそこを訪れることはなかったがな。現場の状況は？あそこは要塞だ。出入り口は一つしかない。空を飛べたら別だが、施設の奥には保安室があり、その北に司令室があるんだが、どちらも警戒は厳重だ。マカロフがいるとすれば司令室の方だろう。今送られてきたのは装備リストだ。かなりの重装備だな、ジョン。どうするつもりだ？あんたに教わった通りさ、奴らを皆殺しに。Thank you.
の外にカメラが設置してあるな。こことここ両側だ。ドアをノックしてやるしかないな。この真上だ。強行突破しなくて済みそうだ。雷鳴で爆発の音が消せるはずだ。合図を待て。
はい、部下がベルリンに向かっています。聞こえた。娘はそこです。数時間後には確保します。また報告しろ。行くぞ。一体どうなってるの。現代から応答はあったのか。これで時間が経過するんだ。地上を捜索するんだ。グレナーデ行くぞ。はい。
回収を頼む。了解、そちらに向かう。